どうも、ケイスケです。ついにパナソニックさんから新しいカメラが出ました。こちらパナソニックルミックス GH6 というカメラ、今回ですね、こちら先行でレビューさせていただく機会を得ることができましたので、じっくりとレビューしていきたいと思います。まあ、前回 あのパナソニック GH5 Mark II の時もね、レビューさせていただいたんですけども、まあ、今回ね、こういう機会をいただきまして本当にね、感謝しております。で、大体こうやってね、先行レビューさせていただくときに事前にミーティングとかするんですよ。どういうポイントがあってとかね、そういうお話を聞くんですけども、まあ、その時にパナソニックさんからいろいろお話いただいて、でも今回の GH6 はめちゃくちゃ視力を尽くしましたと。まあ、ただ視力を尽くしたんですけども、それってユーザーさんには関係ないですよねと。いくらね、メーカーが頑張ったとしてもユーザーが満足していただけなかったら、まあ、意味ないですと。なんでもうケイスケさんが感じるところ、いいところも悪いところも全て正直に全力でレビューしてほしいですということでいただきまして、まあもうね、そう言ってもらえるのめちゃくちゃありがたいですよね。まあ、やっぱり世の中の製品でもう誰にとって万人にとって完璧なものっていうのがあるわけではなくて、こういう人にはこれが合ってるし、こういう人にはこれが合ってるって、それぞれ合う合わないっていうのは絶対あるはずなんですよね。なんで今回の GH6 に関してもメリットデメリット、いいところ悪いところっていうのは当たり前にあります。なので今回まあ僕こういう機会をいただきまして、もう本気で使わせていただきました。じっくりもうちゃんと僕のね、普段の使い方に応じて使わせていただいて、もういいところも悪いところも全部語っていきますので、ぜひですね、この動画見てくださってる皆さんはぜひね、自分に合ってるか合ってないかっていうのの判断の、まあ、一個の参考にね、してほしいなと思います。もちろん僕の中でこういう人には合ってる合ってないっていう話もね、多少はするんですけども、やっぱりね、決めるのは自分自身だと思いますんで、ぜひ今回の動画じっくりと見ていただいて参考にしていただければと思います。それでは早速いってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介するのはこちら、パナソニック GH6 というカメラです。まあ、パナソニックユーザーの方はめちゃくちゃ待ちわびてたカメラなんじゃないかなと思います。で、まあ、この GH シリーズっていうのは GH3 とか4とかも結構有名だったと思うんですけども、まあ、僕はね、結構 GH5 とかすごい馴染みがあって、っていうのももう僕はね、 YouTube 始めるときはみんなこの GH5 っていうカメラがね、使われていて、まあ、この前の GH5 Mark II もありましたけども、一応正当進化として GH6という、まあ、新しいカメラが出ましたと。まあ、番号がアップデートするのはもう本当に何年ぶりかとか、そういう話になると思うんですけども、まあ、ついに進化しましたというところになります。で、この GH シリーズっていうのはどういうシリーズかっていうと、マイクロフォーサーズっていうセンサーを積んだシリーズなんですよね。ここのセンサー、はい。で、今っていうのはミラーレスカメラっていうのが主流になりつつあって、そのミラーレスの中でもフルサイズセンサーっていうね、でっかいセンサーを積んだものが結構主流になりつつあります。まあ、マイクロフォーサーズっていうのはそれから比べるとまあ小さいセンサーなんですけども、まあ、センサーが大きいと同じレンズを使ってもまあボケやすかったりとか、あとは暗いシーンでも明るく撮れたりとかします。まあ、その代わり結構レンズとかカメラとかも重くなっちゃうと。まあ、対してこのマイクロフォーサーズのセンサーっていうのはこうね、ボケ感とかはちょっと少なめだったりもするんですけども、その代わりレンズとかはすごく便利で小さいものが多いです。まあ、僕今回使ってこのね、 1260mmF2.8-4 のこのレンズめちゃくちゃいいです。手ぶれ補正めっちゃ効くのと、 12mm-60mm なんで、フルサイズ換算でいうと 24mm、 このぐらいの広角から、まあ、かなり望遠まで使えて、でかつ F2.8-F4 ってまあそこそこ明るくてめちゃくちゃ近くにも寄れて、でかつ手ブレ補正もついてて、もうめちゃくちゃ万能なレンズなんですよね。まあ、そういう紙レンズみたいなのがこのマイクロフォーサーズっていう、まあ、センサーのレンズにはすごい多いです。で、今回の GH6 に関してはそのマイクロフォーサーズセンサーっていうのを積んだ GH シリーズの最新版ってことで、めちゃくちゃ機能をモリモリにしてて、パナソニックのカメラでいうと、ルミックスの S1 とか S1H っていうフルサイズセンサーのカメラもあるんですけども、もうそのフルサイズセンサーの中身だけでいうと、センサーはもちろんね、ちっちゃいんですけども、中身のエンジンとかでいうともうアップデートしちゃうみたいな、それを超えちゃうみたいな感じのスペックを入れ込んでます。なんで、まあ、さっきも言った通りメーカーさんがもう視力を尽くした製品というのはそういうところに現れているのかなと思います。で、スペックと外観見ていきましょう。で、スペックに関してですね、画素数約ね、2500万画素とちょっとね、 GH5 Mark II あたりからは上がっています。で、連写性能なんですけども、これエグくて1秒間に14枚、連写できるんですけども、電子シャッターにすると75枚まで連写できると、すごい数になってます。で、今回動画性能かなりアップしまして 5.7K の 60p も撮れます。
で 4K の 120p も撮れて、しかも音ありでも撮れるんですよね。これねめちゃくちゃ僕の中では大事です。で手ブレ補正めちゃくちゃ効いて 7.5 段の手ブレ補正が入っています。もちろんね動画の時には電子手ブレ補正もついています。で多分パナソニックのね GH シリーズとか使ってらっしゃる方はここね気になってると思うんですけども、オートフォーカスについてです。オートフォーカスに関しては位相差オートフォーカスはついてこなかったです。今回はコントラスト AF だけになりました。まあオートフォーカスの感想については後ほどねご紹介します。で外観もねチェックしていきます。外観チェックしていくときに僕ね GH5 Mark II も一応持ってるんで並べておきます。で変わったところで言うと結構細かくブラッシュアップされてるんですけども、まずグリップ感かなり変わりました。結構深めになってて持っててねかなりこうグッと握り込める感じになっています。結構このねレッグボタンの位置とかも変わってたりとか、あとね前にここにねレッグボタンがあったりもします。でかつこっちのね GH5 Mark II にはなかったんですけども、2つねここに、よいしょ、ここら辺見えるかな、ここの2つにカスタムボタンが追加されました。ここですね。よいしょ。で背面もこんな感じです。背面結構変わっていて、ジョイスティックの位置とかあとはダイヤルの感じとかも微妙に変わってます。結構僕は今回押しやすくなったなっていう感じが全体としてありますね。でここですね、はい、冷却ファンついてます。なんで長時間のね撮影にも対応してます。僕ねちょっとそんなに2時間とか回してないんで検証はできてないんですけども、まあ、かなり長時間というか無制限で記録できるようになってるんじゃないかなと思います。端子類一応ご紹介しておきますか。端子類ですね、はい、端子類こんな感じになっています。もちろんね HDMI はフルで、マイク端子もちゃんとあって USB-C で充電ができます。で逆は SD カードスロットなんですけども、 SD カードと CF エクスプレスタイプ B が入るようになっています。まあ、今回からプロレスっていう形式でも保存できるようになったんですけども、まあ、そういうのを使うときにこのね CF エクスプレスっていう速いメモリーカードを使うと記録ができるという感じになっています。ケイスケの動画、まあ、ざっくりと外観はこんなところにしまして、作例を見ていただきつつちょっとね僕の使ってみた感想もしっかりお伝えしたいと思います。ということで冒頭にも流しましたけども作例の方ぜひご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしょうか。まあ、今回は僕はねメインで動画で使わせていただきました。まあ、やっぱ GH シリーズっていうと動画のイメージが強いので、まあ、メインでは写真でも使ったんですけども動画で使わせていただきました。でまずもう率直に感じたところ、想像よりも画質めちゃくちゃいいです。あっていうのも、まあ、僕普段はフルサイズセンサーっていうね、さっきもご紹介したんですけども大きいセンサーのカメラを使うことが多かったんですよね。でやっぱり僕の中のイメージだとセンサーが小さい分、まあ、画質悪くなるとは言わないんですけども、やっぱノイズが乗りやすくなるというイメージあったんですけども、今回ねなんかそんな気にならなかったんですよね。めちゃめちゃ色乗りも良くてノイズも全然目立たなかった印象があります。で今回のねGH6 から新しいエンジンが積まれててノイズリダクションだったりとか、あとディテールっていうのがめちゃくちゃ改善されてるんですよね。で正直今まで僕のイメージだとマイクロフォーサーズのセンサーってまあなんだろう、どのぐらいって言えばいいのか分かんないんですけども、まあ、正直ISO1600、まあ、ISO って数値を上げれば明るくなるんですけども、その分ノイズが乗るみたいな指標なんですけども、やっぱり1600ぐらいいくと結構ザラザラかなっていうイメージあったんですけども、まあ、今回2000とかまで上げても正直そんなに気にならなかったんですよね。まあ、もちろんねカメラの中でノイズリダクションがかけられるのでかけてるんですけども、まあ、にしても気にならないなっていうイメージです。でディテール崩れてないなっていうイメージがありました。でめちゃくちゃ色乗りもいいんで、そこはね率直にあこんな撮れるんだっていうのがめちゃくちゃ僕の感じたところです。であとダイナミックレンジも広いです。まあ、ダイナミックレンジっていうのは要は何だろう、なんていうんだろう、こう写真撮った時に白飛びしちゃったり黒つぶれしちゃったりするじゃないですか。あれの要は白飛びしない黒つぶれしない範囲
っていうのかな、はい、っていうのをダイナミックレンジとか、まあ、このねダイナミックレンジっていうのが広いカメラの方が白飛び黒つぶれが少ないよということなんですけども、あの、まあ、センサーの小さいカメラってそのダイナミックレンジが弱めで、まあ、それでも今回のね、カメラに関しては GH6 に関しては12ストップ結構ね広めのダイナミックレンジが取られていますので、あの普通に撮影しても十分ぐらいねダイナミックレンジあるし、で加えてですねダイナミックレンジブーストという機能がありまして、最低の ISO っていうのは上がっちゃうんですけども、まあ、カメラのね内部で処理して明るい部分と暗い部分っていうのを、まあ、合成するみたいな感じでダイナミックレンジを広くするという技術も使うことができます。でその機能もめちゃくちゃ優秀で、なんか僕こういうね新しい機能ってオンにすると、なんか例えば露出を結構いじらなきゃいけなかったり、色味が変わっちゃったりとかするのかなと思ったんですけども、すごい色味も素直で、もう本当にオンにしておくだけでダイナミックレンジが広がると。まあなんなら、もうちょっと暗いなと思ったシーンでは、ずっとダイナミックレンジブーストっていうのをオンにしておいてもいいんじゃないかなってぐらい優秀な機能です。これめちゃくちゃ良かったです。で、まあログ撮影の時とかって ISO2000 からになっちゃうんですけども、まあそれでもノイズ全然気にならないんで、まあ全然いけるなっていう、まあ本当に、想像以上にディテールもいいしいけるなっていうイメージがあります。でログ撮影ね今回主にしてきたんですけども、色のりもめちゃくちゃいいです。まあほんとこんな感じ、ね、あの良くない？めちゃくちゃ色ねいいな。肌の色もいいし、あのすごい着物の色も映えてるし、背景のね青とかもしっかり出て、色のりがこんなにいいとは思ってなかったですね。でそうだ、この GH6 めっちゃいいのが、あのログ撮影の時ね、ログ撮影の時にあの自分の好きなラットが当てられるようになったんですよ。ラットっていうのは、まあ、要はあのインスタのフィルターみたいに色をつけられる、まあ、プリセットみたいなやつなんですけども、あの僕いつもね普段、まあ、この動画もこういう感じでログで撮ってこうやって色付けしてるんですけども、この色味のプリセットを SD カードに入れてカメラで読み込めばもうその色でプレビューできるんですよ。なんで僕の普段の動画の色味がもうここで再現されてて撮影ができるという感じになってます。これがあの前のね GH5 Mark II とかだとできたんですけど、あのちょっとね特殊な形式だったのが、今回から結構一般的なキューブファイルっていうのを読み込めるようになってかなり使いやすくなりました。これは相当良かったです。でまだまだ言うところあるんですけども、手ブレ補正ね半端ないです。だ特にあの今回のこのね 1260mmF2.8 から4か、このレンズのもう 12mm とかで撮ったらもう全然手ブレとかしないです。あの僕ね最初手ブレ補正切ってというか、あの動画のね電子手ブレ補正を切って使ったんですけども、えこれ切ってたみたいなくらい手ブレ補正が優秀です。結構手ブレ補正強いとあのカクつくっていうのも多かったりするんですけども、今回その GH6 のね処理エンジンっていうのもすごい優秀でですね、まあ、そんなカクつきも感じなかったです。まあさすがに望遠帯の方まで行くとジンバルとかね使った方がいいかなとは思うんですけども、広角だったら正直もうジンバルいらないかなと思うぐらい、あの全然ね手ブレ補正が優秀でした。でその他、まあこれはねもう GH6 シリーズね共通なんですけども、まあ、レンズがねさっきから言ってる通りめちゃくちゃ優秀です。このね 1260mm もそうなんですけども、はいこちらこれねあの 42.5mm の F1.2 なんですけども、要はフルサイズで言うとあの 90mmF1.2 のレンズ、このコンパクトさよ。で見てこれめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあ、このロケーションもねめちゃめちゃ良かったんですけども、まあ、ボケ感もねしっかりこういう中望遠のレンズ使って F1.2 とかであれば十分以上にボケます。まあ、こういうね便利なレンズがあったりとかするのもすごいいいところだなと思いました。であと、まあ、UI は言うまでもないですね。あのすごいもう元々こう送られてきた時から完成されてる感じの UI なんですよ。結構他のメーカーさんのねカメラとかだと自分で全部カスタムして自分のカメラ作り上げてくださいよというカメラとか結構多かったりするんですけども、 GH シリーズに関してはもうね揃ってるんですよね。ここでこういう機能いじってください、例えば ISO ここ、ホワイトバランスこことか、色味だったらこことか、あとはなんだろうフォーカスエリアだったらこことか、そういう風にもう決められてて、もちろんここのねカスタムボタンとかもいじれるんですけども、もう初心者の方がわざわざカスタムしなくても使えるようになってるっていうのもすごいねいいところだなと思いました。でその他ちょっぴりね気になったところもご紹介しておくと、まあ、いくつかあります。まずねオートフォーカスについてです。でオートフォーカスについては今までの GH5 シリーズよりは良くなってると思います。処理エンジンがすごい良くなってるんで速くなってるなっていうか正確になったなっていうイメージはあるんですけども、まあ、ただやっぱりねめちゃくちゃ速いかって言われるとそんなことは全然ないです。特に逆光のシーンとかはやっぱりちょっときついなというか合いづらいなっていうところが結構多かったですが、まあ、逆光のシーンじゃなければそんなに困ることはないですね。うん。
まあ、なんで今回から結構良かったなと思ったのは、エリア、オートフォーカスのエリアを全面にして、で人物認識っていうのをオンにできるようになったんですよね。なんで人物認識を全面にした上でオンにしておくと、基本的には人をねトラッキングしてくれるんで、その機能を使って結構動画撮ることも多かったです。で2つ目、ローアングルの時ですね。ローアングルの時にこうやってね構えるんですけども、体近づけるとモニター消えちゃうんですよね。まあ、このねファインダーのセンサーが作動しちゃってるってことなんで、ここのね LVF だったかな、っていうボタンを押せば、まあモニターだけとかファインダーだけに変えれるんで、まあすぐ対応はできるんですけども、まあ何かしらちょっと調整をしたいなと。まあ今後ねアップデートで改善される部分ではあると思うんですけども、そういう部分もちょっと気になるところではありました。であと SD カードについてです。で今回僕ね、CF エクスプレスの Type B のカードは持っていないので、SD カードで記録してたんですけども、4K、C4K の 120p とか 60p で記録したときに、たまに書き込みエラーみたいなのが出たんですよね。なので、ちょっとそこは気になりました。まあ、メーカーさんからね、公式で SD カード対応表みたいなのが発表されるので、もしこのね、GH6 買われるときには、そのね、SD カード対応表も見てから SD カード買ってみるのをおすすめします。でもそんぐらいですかね。まあ、あとバッテリー持ちも、1日使いまくってて、だいたい朝から使って、まあ、昼過ぎ、3時4時ぐらいまでは持つかなっていう感じです。で、なんで、1日持たせたい場合は、バッテリー2個持っていけば、まあ、十分以上に使えるかなと思うので、ぜひそういうイメージで持ってもらえると嬉しいなと思います。はい、って感じで結構いっぱい喋ってきましたが、いかがでしょうか。ちょっとその他ね、補足しておきたいこと、まあ僕ね、これ使わなかったんだけども、ピックアップしておきたいよっていう機能をね、ご紹介しておくと、まず1個写真面でですね、手持ちで1億画素のハイレズ撮影っていうのができます。まあハイレズ機能っていうのをオンにすると、こうやってね、ずっと持ってパシャと切ると、まあ、1億画素で写真が生成できると。まあ、今後、まあ動いてない被写体には限るんですけども、ちょっと使ってみたいなと思う機能であります。で、二つ目。これね、結構、まあ、マニアックな機能なんですけども、内蔵マイクが24ビットっていうのに対応しました。要は、音割れとかしづらくなって、すごい高品質に音を取ることもできるようになりました。まあ、こんな感じ。はい。鶴ヶ城にやってきました。今から、茶室に行こうと思います。イェーイ。これ広くていい画角じゃない？なかなか。あ、鶴ヶ城と一緒。まあやっぱり風の音とかは入っちゃうんですけども、内蔵マイクでも十分以上ね綺麗に撮れるんで、まあ、今後ねここにモフモフとかつけて使ってみてもいいかなと思いました。で3つ目、これちょっと話したんですけども、プロレスの記録もできるようになりました。プロレスってちょっと難しいんですけども、動画を記録するときに、まあ、普通の動画の形式じゃなくてプロレスっていうね、形式で保存しておくと、データの容量はめちゃくちゃでかいんだけども、編集はサクサクという形式で保存ができるんで、映像制作現場としてはかなりね重宝される機能かなと思います。で、まあ、今後アップデートで、例えば USB 経由で SSD に直接書き込んだりとか、あとは HDMI で 4K120p が記録できたりとか、あともそのね、Ninja 5 Plus というね、モニターとかをつければ 4K120p のローで記録ができたりとか、すごいね、マニアックな機能がまだいっぱいね、まあ、今後もアップデート予定されておりますんで、楽しみにしておきましょう。ケイスケの動画。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。もうほんと率直な感想として、僕のね想像よりも正直良かったです。まあ正直こうね、マイクロフォーサーズ、まあ冒頭のね動画でも言ってるんですけども、やっぱりセンサーが大きい方がいろんな面で有利だと思ってたんですよね。まあなんですけども、こういうちっちゃいセンサーでも十分以上今回画質いいじゃんと思って、本当にディテールとかがめちゃくちゃ良くなってるんで、これはもう改めて見てほしいポイントで、で加えてやっぱりレンズが便利、このレンズとか、あとはねこのちっちゃい 90mm とかめちゃくちゃいいレンズがたくさんありました。うん。まあ、こういうところも含めるとね、まあ、めちゃくちゃ今回ね、想像以上にパフォーマンス出してくれて、僕めちゃくちゃ嬉しかったです、正直。もう、ああいうね、作例とか撮れて、結構僕はね、感動したんで、まあ、今後もちょっと使ってみたいなと思います。まあ、もちろんこのカメラが合う合わないっていうのは人それぞれだと思うんですけども、まあ、やっぱりレンズが小さいとか、あとレンズのね、値段っていうのもだいぶ下がってくるんで、まあ、例えばアナモルフィックレンズっていうね、すごい映像制作業界では、めちゃくちゃ高価なね、100万とかするレンズが、まあ、ここのね、マイクロフォーサーズのセンサーであれば、10万とかで買えちゃったりするわけですよ。なんでそういった面でも結構ね、メリットっていうのがあるんで、そういうもう本格的な映像制作にも結構興味があるよという方は、ぜひですね、この GH6 注目していただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今回の動画は GH6 もじっくり解説させていただきました。
ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。